雑談します。しないけどします。さっきおにぎり6個食ったな。びっくりした。自分でもあなたひとりさんのそのレモネードあんま美味しくなかったな、うん、でもそれはうまいんだぞと言われた上で飲んだ時にまずいのであって、あ、新発売だ買おうって言って飲んだらこの味は嬉しいと思うっていうね。すごいフォロー、すごいフォローするよね、うん、いやでもね、なんかうまいって知らないで飲みたかったなっていうのはある。うん、うまいって知ったらそんなうまくなかったし、でもこれを何回も飲むことによるとすごい美味しさに気づくんだろうね。気違いになっちまった。お、ちょうどあなた一人さんが上にいたから。カカ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 カ、みんなひどいね。それ面白いけど、飲んだことなくて腐って、それを最初っから言うんじゃなくてさ、これ美味しいんですよねとか言った後になんか急に飲んだことなくて腐って言ってくるの怖いね。しっかりとなんか多重人格だね。ということで僕は多重人格者なので、違いますよ。多分違うと思う。いや、わかんない、違くないかもしれないけど、40人格の私が一人でクインテットやってみた、どうでしょうか。何言ってるんですかね。そういうなんかさ、うん、そういうなんだろうな、音だけとサッカーしてみたみたいな、そういうクソつまんないツイッターユーモアみたいのをやめよう。うん、何も面白くないからさ。ああ、面白くないことしたから、あの左足が腐りました。俺面白くないことすると体が腐ります。で、面白いこと言うとね、翌日のうんこが黄金になります。はい。面白さにもある一定以上の面白さを超えると金になります。うんこ全部がね、まずは。そっからまあ18金。20金、22金、24金ってなっていくんですけど、最終的にはね、半物質のうんこが出来上がります。値段的に言ったら半物質ってすごい価値のあるもんなんでね。でも普通に半物質のうんこをね、出してしまい、えらいことになったんで、最近面白さをセーブしてます。やっぱその本気出しちゃうとね、翌日半物質のみで構成されたクソが出てしまうので大変なことになるんでね。だから面白さは基本的にはセーブしてます。なので皆さん、俺がね、いつから俺が全力を出してると思ったみたいな、ちょっとよくわかんないね、ありそうでないセリフですけどね、これはメラゾーマではない、メラだみたいなノリでね、ちょっと言っちゃいましたけど、あースイッチおもれ、なんか変な固有番号とかないよね。よかった。ちょっとありそうだけど。まあ固有番号はあるだろうけど、
ナムーイナムーイ。どうしよっかな。今日コカ・コーラエナジー飲んだけどそんな美味しくなかったな。エナジーで俺が一番好きなのはモンスターなんですけど、全部飲んでもなんか美味しくないんですよね。別にレッドブルも美味しくないし、その中ではモンスターが一番美味しいかなっていう感じ。でもあれなんですよね、あの水溜りボンドはレッドブルが大好きらしい。まあ、やっぱ人によって下、まあ、好みっていうのはあるんですね。俺も水溜りボンド好きだけど、水溜りボンドが言ってさ、俺水溜りボンドの信者だからさ、水溜りボンドを食ってるもん全部食おうとして、前は水溜りボンドが使ってる塩を買いそうになったんですけどね。ちょっと今日なんかそうなんかね、影響受けやすすぎるんですよ。うん、で加藤純一が麦茶作ってるからって言って、俺も普通に麦茶作ろうかなとかなっちゃってるんで、なんかもうやることなさすぎて影響を受けるしかないんですよ。暇なんで。人の刺激をね、人がやってることを真似るって楽しいですよね。やっぱ自分にはないものがあるんで、人にはだから真似て悪いことないと思うんですよ。なんかさ、絵師の問題であったじゃん。まあ知らなくていいんですけど、問題があったんで、まあ、それ見てのはついてくそうだなとは思ったけど、どうでもいいんだよな別に、そんなことがあったって。でも俺はその片方の方の人をね、ちょっと支援してたんで、どうしようかなって、支援解除しようかなとか思ってますけど、まあパクろうがパクりまいがね、俺別にいいと思うんですけどね。なんかてか、そもそもなんか同人誌でなんかあれでしょ、水面下でやりゃよかったって話でしょ。そういう許可を取っていいですかって聞いたから、あ、ダメですってなったんだけど、それはダメって言うしかないっていうもので、なんかそういうルールあるらしい。でもなんかそれに、その気持ち悪いルールは分からん案件だよなみたいに言ってたお宅は、普通にキモかったんで、ブロックしました。うん、ほんと超キモいんでね、そういうオタクになっちゃダメですよ。皆さんもいいオタク目指しましょうね。優しいオタク目指しましょう。で、俺ツイッター最近離れてるんですよ。ツイッターキモいんでね。ツイッターってクソしかないからさ、基本的にツイッターやる意味がないよ本当に。なツイッター以外になんかそういうアプリないのかな、宣伝アプリ。だツイッターじゃないと何も分かんないんだもん。ないとさ、必需品っていうか、そういう情報がもらえないからさ、腹立つよな。なんかないのかな、そのジャンプとかでもあるじゃん、すぐになんか単行本何月に発売ものはこちらとかないからさ、作者の人が言ってもらくれないと分からないんだよな。なんかいちいち少年ジャンププラス開けて、なんかよちょっとなんか動く欄のところにさ、動くじゃん、キュイキュイキュイって動くとこのやつに、なんか4月4日のなんだろうな、単行本発売はこちらみたいにやられるの困るんだよな。ああ身が出た人みたいな、ちょっとレモネードはなんか別にめちゃくちゃ美味しくはなかったな。うん、でも美味しいよ。なんか当然嫌いではないし、うん、俺の好みではないかっていうと難しいんだよな。なんかでも美味しかったな、普通に美味しかった。コカ・コーラエナジーよりは美味しかった。あ、へえ、くせ。ああ、学生よ、マジでうんこしに行こうかな。うんこ汚いな、うんこって言葉。にひあ、猛獣です、猛獣です。なんだっけ、マインです、ボートは猛獣です。
腰痛、びっくりするほど腰痛いのでやめます。する。はっ。